終わったはずの戦争、訪れたはずの平和。世界を救ったはずの俺は再びあの世界に呼び戻された。よくぞハゼ参じてくれた、異世界の勇者たちよ。俺がこの世界を離れている間にこいつらが戦いで死んでいてもおかしくはなかった。戦争を望まぬ魔王様の気持ちにつけ込んで不刻なく武力侵攻をしてきたのは魔族側です。私たちも節様に聞きたいことがたくさんあります。待っててね、ユキ君。節がいない間寝てたわけじゃないからね。この戦争は前の時みたいに偶然じゃねえ、誰かが仕組んだんだ。よし、じゃあ俺がもう一度戦争止めてくるわ。テレビアニメ異世界召喚は2度目です。2023年春放送開始。